ちは、奥中誠です。今日はですね、私がずっとやってみたかったあのメイクをやろうかなと思ってます。何かというとですね、ずっと宝塚が好きで、配信とかで舞台見させてもらったりとか、お友達と一緒に高校生の時に実際見に行って感動した思い出があって、大人になってからまたなんかかっこいいなってこう調べ漁ってる自分、自分も宝塚風なメイクをできるようになれたらなと思って、ちょっと今日は初めてメイクに挑戦しようと思います。男役のメイクをやりたいんですけど、なんせちょっと初心者なので、んここ違うよとか結構あると思うんですけど、徐々に勉強していくので、ちょっとお手柔らかにお願いいたします。ではやっていこうと思います。スタート。今日なんですけど、あのワックス私持ってくるの忘れちゃって、だからちょっと今日はメイクだけなんですけど、今度あの実際に男役の髪型もジェルとかでこうやってやりたいなって。前髪がね髪型なんでね。はい、ではちょっと参考となる写真をちょっと置きながらやっていきたいと思います。まずはこの白っぽいペイントですね、これファンデーションなんですけど、塗っていこうかなと思います。これ多分結構ね、塗りすぎたら真っ白になっちゃうので、遠慮気味にやってった方がいいですよね。でもこんぐらいなら大丈夫。結構白いですか？結構白い。ファンデーション自分のでも確かに厚塗り、もうだいぶマットに仕上げる感じで塗っちゃっていいかも。めちゃめちゃ濃く、そうめちゃめちゃマットに、ちょっと不自然ぐらいが。確かに、うん、本当私普段 B 型だからメイクとかも5分とかで終わるんですよ。このファンデーションの塗り方で物語ってると思うんですけど、ペペペペペってやってます。だからよく、なんでそんな早いのとか適当とか、髪ちゃんと乾いてないよとか言われるんですけど、高校生の時お母さんがもともと結構好きで見に行ってたっていうのもあって、話をよく聞いてて、私も高校生になってから見に行ったんですけど、最後のショーがめちゃめちゃかっこよくて、トップのスターの方が階段から降りてくる姿、もうなんか男性より男性って言いますよね、仕草とかめちゃめちゃかっこいいですね。なんか今も映像を検索してみることがあるんですけど、轟優さんものすごくそのかっこよくって、一時ずっと轟優さんの密着されてる映像かな、ずっと見てました。何ですかね、もっと言った方がいいですか。何だっけ、ノースシャドウとか陰影をつけるよ。ちょっと眉毛を最初描こうかなって思うんですけど、どんな眉毛してたっけ。すごいわ、私こっからもう山ですよね、こんな感じですよね、うん、これすごいなでも意外とナチュラルなの、もっと山ですよね、ここもっと濃くしてもいいか、結構凛々しいですよね、大げさなぐらい。もうちょっとあれだな、濃いな多分。どうです眉毛、でも細すぎます、これこのまま帰ろうかな、もうバラ持って、この後目もやるから、それのバランスと見て、確かに一回ナチュラルにお絵描きみたいなんか前抜け皆さん綺麗だからな、申し訳ない、お手柔らかにお願いします笑わないでください、本当に。眉毛でしょ、次はシャドウとアイメイク、どっち先やったらいいんだろう。シャドウかな。シャドウはこんな感じの色を使います。あ、わかった、ここ白くして、内側白くして、外側紫とか青とかこう入ってる気がする。これを多分二重幅に合わせて一回アーチで描いてみて、こんな感じかな、一回なんか分かりにくいか、白くして青を乗せていこうと思います。
全然違いますね。これ大丈夫かな、やばいですかこれ。で多分ここからあのアイライナーを引いたらだいぶあれだと思うんですけど、こうして一回こうしてぼかしてちょっと待って、お化けみたい。お宝塚の人美しいのにごめんなさい本当に。紫も入れてみる。こんなカラフルじゃない。あ、紫の方がいいかも。青の上から紫をちょっと入れる。なんか。まだ大丈夫。まだ大丈夫。シャドウは一回置いとこう。多分ね、またやるからこれは。え、なんかこれ変。ピンときませんね。ここ消した方がいい。なんかハゲちゃったここだけ修正。アイライナーをもうなんかこっからもう描いてる。こっから結構多分太くですよね。いやこれアイライナーの消費量半端じゃなさそう。大げさなぐらいちょっとこんなですか。そう囲めでこう囲んでこう下ろしてこう下ろしてくる。待って怖っ。こんなんです、ま、大丈夫かな。もっとここですよ、ね、目頭もこっからこの、あーそうこんな大きくなってるの。やりすぎ。いやでもやりすぎぐらいですかね。でこれを反対にもアイラインやってる時もめちゃくちゃ開いちゃうんですよね。毎日やってたらアイライン1週間多分持たないと思う。皆さんチャコットとか使うんですかね。メンタマの中入れちゃった。糸さっきからメンタマの中にインク入れちゃった。やばい。羽上げ、難しい。こんな羽上げですか。インクが出なくなった。そしたら思い切って綿棒で黒いやつとかで、あーなるほど、シャって失敗した。目頭難しいね。でもまあシャドウ入れればいいのか。待って全然左右対称にならない。あとあれだ、こっち下引いてないからだ。下を思いっきり引いて、高校生とか中学生か、中学生の時ここ囲ってましたもん、パンダみたいな。あの中学生の時化粧したての時、やってましたね。こっちの方が上手にできた。綿棒の消費量半端じゃない。こっちやる方が難しいです、個人的に。なんか、ですね、結構バッサバサなタイプをつけますね。うわこれ懐かしい。なんかやってましたよね若い時。流行りましたよね。これつけまやってライブ出てる子がいて、いつもライブ終わった後つけまこんななって目元の作業する時息止めちゃうんです。一気にズカっぽくなった感じになりました。あでもつけまつげってすごいですね、結構変わりますね。はい、こんな感じ。つけまつげで上もなんか紫とかもちょっとつけがって入れちゃって。あ、わかりました。小鼻のここら辺くらいまで真ん中残して、小鼻のこう線を引くようにして、ここ行きたい。行っちゃっていいですか。そうここだ。そう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 
そうそうそうって言ってるけど、私別にプロじゃない。中心を。中心を。うん、そう。こうって白くしちゃう。なんてちょっと馴染ませて。ちょっと馴染ませて。結構映像で見るとすごいですよこれ。あと真っ赤なリップですよね、うん、多分。これで。よいしょ。あ、いいですね。なぜかな。どれぐらいメイク時間かかるんだろう、いつか聞いてみたいな。この前グッドワードかな見てて、宝塚のその受験に密着した番組やってて、めちゃめちゃ私泣いたんですよ、感動して。何回受験できるんだっけな。宝塚って3回か4回ぐらいチャンスがあるらしくって、受験する高3が多分一番最後なんですけど、最後の挑戦で受かってた子がいて泣きました。普通に、はい、口紅になりました。あ、ここですか。ここら辺とか、あとこの目頭も結構それで塗っちゃってもいい。なるほど。ここですか。そうあ、そうそうそう、こっちの口。そう何が正解なのか分かんなくなってきた。ちょっと手加えてもいい。いや、お願いします。確かに結構陰影できたと思わない。ありがとうございます。これで眉毛をもうちょっと、眉毛をその陰影とつなげるように、パウダーとか、あ、パウダーありますよ。パウダーで結構私この100均のアイブロウしかもう使えなくて、これ本当に優秀なんですよ。ちょっと商品紹介になっちゃってますけど、素晴らしいです。いや、一番濃いやつでこれでですよね、うん、これでもうつなげるように。そう、あー、なるほど。これアイブロウで影作れますもん。え、すごい、だいぶそうそうそう、行き過ぎ行き過ぎ、そこをつなげるようにきちになっちゃう。しながら、あ、でもすごいいい。もうちょっと口紅っていうか、もう重ねてるし、真っ赤にして、本当に確かに魔女ぐらい真っ赤にして、めちゃめちゃ真っ赤に、結構図解じゃない、結構でもありましたかね。なんて、あとは髪を下ろしてちょっとするっぽく、あと髪をこうやって、こういきます。そう、全開に娘役だとそんな感じなの。あ、確かにこう全部あげちゃいます。全部こう。ちょっと待って、はい、ちょっと待って、片付けよう。はい、宝塚初めて自分でやってみたよメイク完成しました。なんかこれどうなんですかね、なんか自分でもちょっともうよく分からなくなっちゃったんですけど、どうです。このまま帰れる。いや、でもなんかもっとちゃんとメイクも研究して、髪型もちゃんとね、ワックスをこう分けてやりたかったんですけど、ちょっと今日ワックス忘れちゃったのでできないんで、また今度後日ヘアセットまでしてメイクも上達させてやろうかなって思います。いや、難しいな、このさ、目のさ、だいぶつけまつげで助けられてるんだけど、いろいろ反省点がたくさんあります。まあ、あのこんな感じで初めて宝塚メイクをやってみましたが、自分で上達できるようにこれからもっと頑張っていきます。でもどうなんだろう、どうです、ちょっとこれまた第2弾やりたいです。やろうと思ってるので、ぜひ皆さん、あのまた次回も見てください。もしこの宝塚メイクがいいなと思ったことは方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いできれば嬉しいです。ずっとやってみたかった宝塚メイク初級編でした。